この大会は囲碁将棋のスキルアップのほか、子どもたちに学校や学年を超えて交流してもらおうと開かれているものです。今日は囲碁や将棋好きの幼稚園児から中学3年生までのおよそ150人が参加。真剣な眼差しで白熱した対局を繰り広げ、会場は静かな熱気に包まれました。また会場では体験教室も開かれ、ルールを教わりながら楽しむ子どもたちの姿もありました。